十一月十九日木曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩次のオッケー高ジーアップ。ーーップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一華です。日本放送飯田浩次のオッケー高ジーアップ。この後と八時まで生放送です。 えー、今日はですは、ね、この時間からすでに暖かい、えー、日本放送屋上の温度計が15.8度となってまして暖かいですねでちょっと前だとさ<は>最高気温がこのぐらいだったじゃんっていう感じ先週の一あたりなんかさ、うん、なんだかずいぶん暖かいなと確かに玄関開けてみて暖かいとだがぬるっ っていう感じ。ええー、今湿度が七十四点八パーセントと湿度もちょっとね高めなんだよね。そうなんですよね。今日の東京都心は最高気温が二十四度の予想になっていまして。二十四度。あの平年と比べるとですね、だいたい八点五度ほど高いんだそうです。平年と比べる八度も高いの。そうなんですって。一気になんか季節が逆戻りした感じだよね。そうなんですよね。びっくりしますよね。ほん。 本当にこれはあの体に応えるなという感じがね。せっかく冬物出したのにっていうのもあるんですけど。いや本当 <laughs> 今日はさすがにマフラーもいらないだろうと思ってジャケットだけで来たんですが、うん、それで全く問題がないというね。そうですね。むしろ日中は日向にいたらジャケットもいらないんじゃないかという感じ、ね。うシャツ一枚でも大丈夫だと思いますよ。一体どうなってるんだこの気候はと。<laughs> ね、まあちょっとね着るもので調整をしていきましょう。で、えー、先ほどね上永さんの番組でも話題になってましたがボジョレーヌーボーはい、えー、解禁になったという、ね。こう ことで、うん、えー、あの番組のスタッフの中にはですね、モサもいてですね、うん、えー、日付が変わったところで解禁までえー、きちんと体験をしてきたと、もう今目がほとんど開いてない状態で仕事をしているスタッフがいやあのでも今年はやっぱりこうコロナの影響も非常にあるのかなと思うのが、私はあの。 乗り物が好きなんで、ですねそれが高じてえあの、非公式ではあるんですけれども、<laughs> あの国土交通省のです、ねまあ、担当でもないんですけどね、国土交通省って、もともと建設省と、それから運輸省と、まあ、あのなどなど国土庁とかね、いろんなところがこう合併してできた省庁なんで、あのここの記者クラブの,です、ね、あのポスト、えー、資料を投げ込んでもらう。 各社がこう開けてるポストがあるんですが、そこにはですね、膨大な数のプレスリリースがやってくるんですよ。うんうん、あまりに膨大すぎるんで、えー、常駐してない社はですね、あの、言えないでくださいねっていう風になるところもあるんですよ。あ<ー>まあ、何しろ、あの、決算の時期なんていうのは、ね、運輸系の会社も、あと建設系の会社も5万と日本にありますから、その会社がですね、一気に資料を入れると、本当ね、冗談じゃなくて、1日2日で、えーえー、だいたい大体資料が10センチぐらいこう、うん 積むとと、うんえー、そののぐらいいにななってしまうという感じなので、えー、これはのうちの会社もしばらく開けてなかったんですけど私はの鉄道関係のプレスリリースとか欲しいんで「先生開けていいですか?」って言ってであの「お前がじゃあちゃんとバンをするなら開けてやる」って言われてですねそれであのやってるんですけどこの時期はそのボジョレー・ヌーボーについての。 こうリリースっていうのが至るるこから来るんですよ<ー>だ運輸系だとまずボジョレーヌーヴを運びますっていうところから始まって<ー>で最終的にはそのあの今度は建設系でですねえ、えー、うちのホテルはこんなイベントをやりますとか<ー>あ,のあるいはえ流通系で、ねえー、ほらイオンとかヨーカドーとかだともう12時になったら解禁ですなんて言ってあのマスコミの報道対応店舗でタレントさんも呼んで、えー、開けてド みたいなであとはあのこう例えば羽田空港なんていうと深夜早朝まで飛行機飛んでるじゃないですか、はい、そうすると日付が変わった瞬間にラウンジで「振る舞い酒やりまーす」とか<ー>そういうので結構派手派手しくやってたんだけどそう,、ね、そういえば今年一切そういうリリースがないのよ。 でそう、これ、唇を切るのはさっきも言った、あのボジョレ、運んできましたっていうところから始まるんで、それって1週間ぐらい前に、あの航空便で,です、ね、あの旅客便にもあの、お客さんが乗るゾーンの下のところに、え荷物を置けるところがあって、まあ、そこにあのスーツケースなんかも入れるんですが、それだけじゃなくってあの、まあ、飛脚便みたいなもんですね、早めに運びたい荷物っていうのは、その、あの こう旅客機のお腹の部分に載せてくるんですがそこからですね、えー、ボジョレーの木だるを下ろすところみたいなのを木箱を下ろしますみたいなのわざわざそれを取らせるためにですね、えー、プレズリリースを出してマスコミを呼ぶみたいなでそこに、あのー、こう木箱のところに横断幕で「2020年ボジョレーデューボー」みたいなのが書いてあってそれがこう上からウィーンと降りてくるところをここを取らすとでそれも含めてなんか「ボジョレー始まりますよ」みたいなのを1週間ぐらいかけて盛り上げるみたいなのが毎年 高齢だったんですが、今年そういうのが一切なくってで、あの人集めてイベントなんかもできないしだからね。なんか確かにで。そういうのが報道がないと。今度今年の味はさみたいな話っていうのも。 あの、言われてるんでしょうけれども、あんまりそれがこう表に出てこないっていうね。ううで,ねで、そのまま今日解禁日を迎えたというですね。<ー>なんか静かなまま来たなという感じがあって。まあ、確かにね、お家で楽しみましょうって言ってもそうすると、もう、あの、露骨な価格競争に巻き込まれると。まあもちろんですね、日本と EU の間で EPA が発行してるんで、こっちの関税は下がってるんですが、一方でですね、例えば日本とチリの間の EPA なんていうと、もう、 あの、店頭では300円台のワインが並んでたりなんかするからね。はい、そことこう、価格競争するということになると、まあ、確かにあの、家で冷静に味だけを比べるとっていうね、えーえー、遜色ないんじゃないかみたいなことまで言われてしまうという、まあ、厳しい世の中になってるなという感じがありますが、えー、 ボジョレー一つとってもやっぱりこう世の中の変わりようっていうのが非常にわかるところです。そのコロナウイルスの影響、あの、東京でね、昨日493人の新規の感染者が出たというような話もありました。今日はですね、7時台で東京都医師会の尾崎会長と電話をつないで、まあ、その現状、そして対策というあたりについても伺っていきたいと思います。え今日は東京都のモニタリング会議も開かれて、そこで、えー 今後の対応についてととしてというところが出てくると思いますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私ら新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひニュースについてのメールお寄せください、えー、今日のコメンテーターは 明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。取り上げるニュース、まずは10月の貿易収支について、それから、えー、国内のコロナ感染初の2000人超えというところ、えー、こちらはですね、東京都医師会の尾崎春夫会長と電話をつないで、現状、そしてその対策というところをお話を伺ってまいります、えー。そして九州の仙台原発1号機、およそ8ヶ月ぶり運転再開というニュース、えー、さらに雇用調整助成金、そして GDP、内閣府 が算出方法を見直しを発表というニュースそして先日発表された7月9月期の一時速報値その見方についても伺っていこうと思います今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしていますポッドキャストや YouTube でお聴きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。えー、昨日のですね、番組をやってる最中ぐらいに一方でそこが入ってきていた。 ニュースなんですが ICBM ・対、え、艦、ー、弾道弾をどうやって、えー、迎撃するかということについて、えー、イージス艦で迎撃ができるというニュースが入ってきました、あのー、今日はですは、ね、各紙、まあ、そこそこ国際面なので触れているところあるんですが産経はですね3名の総合面で結構大きく売れています ICBM イージス艦で迎撃日米共同開発実験成功と。あのー これですね、日本のメーカーも絡んでいると、まあ、三菱重工業とアメリカのレイセオンテクノロジーズというところが共同開発しているものなんですが、SM3 ブロック 2A というイージス艦から発射する迎撃ミサイルというものであります、であのこれがですね北の核の脅威に対抗できる、あるいは新型ミサイル対処への期待もというような見出しがついております。であの 今回ですね、まああのアメリカ軍との間で、えー、この迎撃実験をして、えー、そして成功したんだということでありました。もともと ICBM 大陸間弾道弾というものはもうあの。 え大気圏より外にバーンとこう打ち出してですね。で、その後は放物線を描いて、え地球の重力に従ってまあ落ちてくると、ある程度のコントローラーかけますが、というもので、そうすると、あの、重力にえ引っ張られるもんですからえ、音速をはるかに超える速度でこう落ちてくることができるというようなもんであります。そしてその弾頭に核を積んでいればえ、核ミサイルとなるというものですけれども、あの、それ、 で、撃することとができたというものだそうですもともとアメリカは自分の国を守るために、その広大な国土にですね、地上から発射する形の迎撃ミサイルっていうのを配備してで、それで撃ち落とすっていうのを基本的な戦略としていたんですが、これがですね、いまいち信頼感が、信頼性があまり良くないということで、イージス艦から発射する SM3 というもの、SM3 ブロック 2A とを いうものもを使ってまあ二段構えにするということに、えー、今回これで成功したんだということであります。えー、そうするとですねあれこれあの日米で共同開発してるけれども実はこの技術そのものはですね、えー、まあ日本を守るというよりはアメリカ本土を守るために日本のイージス艦も使えるぞっていうこれ、えー、技術ということにまなるとでもちろん。 日本をめがけて飛んでくるしかもものすごく遠くからですねこれあの射程がだいたい1万キロぐらいあるという ICBM、大陸間弾道なんていうのは、まあ、その名前の通りですね、大陸をまたぐぐらいの長い距離を飛ぶミサイルということですから、日本を狙うぐらいの ICBM をですね、例えば、あの、ヨーロッパの、西ヨーロッパの方からぶっ放されればですね、これは使うことができるんですよ。ところが、日本を狙うミサイルっていうのは基本的にもう目の前にあると、えー、北朝鮮であったりとか、あるいは、えー、まあ、中国もそうかもしれませんけれども、えー、あのー、もっとですね、短いところ IRBM という中距離だ 弾道ミサイルであるとかもっと短い、えー、もの、準中距離弾道ミサイルと、まあ、これそうなってくるともうあの弾道ミサイルと呼べるのかっていうような話にもなってくるんですが射程がですね、まあ、長くても3 0 0 0キロ短いと1 0 0 0キロぐらいのものでも日本にはもう届いてしまうというものですんでこれを防ぐためにこの SM3 ブロック 2A を使えるかっていうと、まあ、あの条件によっては使えるんでしょうけれどもなかなかこれが難しいと。もちろんですね アメリカのこう核,し核抑止力に頼っている日本としてはアメリカを狙うミサイルを全部撃ち落とすのであれば日本を仮に狙ってそれが、えー、日本で炸裂したとしても必ず反撃されるぞということで、えー、抑止力が効くというのはあるんですが一方で。えーえー 日本は日本としてその国を守るために、じゃあ、あの、ミサイルを防衛する。要するに、真剣白羽取りをするだけじゃなくって、もともと真剣を振り下ろさない、振り下ろさせないためにどうするんだと。そのためには、こっちだって何かあったらオタクを攻撃することができるぞっていうですね、えー、敵基地攻撃能力。だからこの議論は並行してこれ進めていかなければならないんですが、どうも日本の議論はですね、ミサイル防衛システムを確立させるか、敵基地攻撃能力を持つかの、 二者択一みたいになってるからいびつなことになると。これ両方やらなきゃなんないってことは、えー、変わっていないぞというところは言い添えておきたいと思います。えー、さまざまメールやツイッターをすでにいただいて、えー、おります。あのー、こちらはですね鹿児島の薩摩郡薩摩町からいただきましたゆうじさん四十歳の方ありがとうございます。鹿児島で聞いているという。 ですねえー、最近、コロナ禍で新卒の採用が見送られているというニュースをよく耳にしますと、うんえー、新卒の方は将来がとても不安になっていると容易に想像できますし企業としても採用したくてもできない経済になっているのも分かりますこのまま採用が少なくなれば就職氷和期の再来で数年後の経済を担う人材が少なくなってしまいますよね、えー、ここの対策、まだなされてないと感じましたとあの。新卒の、ね、採用内定率が、えー、70% 割ってきたというようなことが、ね、報道されたりもしますけれども、えー、新業アナウンサーが、えー、就職活動したのは2013 ととか4とかその辺ですあ2014年の10月時点の内定率って66.4%で今年よりも悪かったっていうね,うねまだまだそういう数字だった時期があるということもねあの時期聞きたよねあの時期は苦労しましたねもう多分50社以上履歴書書いてたと思いまあの放送局だけじゃなかったので受けていた職種はもうそんな,なんかね職種絞ってみたいなことできなかったもんね なかなかできなくて検証縁になるんじゃないかってぐらい毎日書いてましたね,ね履歴書。 私も2003年の就職、2002年か<ー>、えーえー。いわゆる氷河期世代のもうどん底の一番後ろというところだったんで、でねうん、同じようなことして、飛行機使って就活するとはもうなかったっていうね。当時スカイメイトっていうのが半額のがあって、席が空いてれば乗れるってやつだったんで、<ー>ドキドキしながら羽田空港に行ってですね、あ、えー、空いてますかって言って、当時まだあの、おジャスっていう国語があって、日本エアシステム、うんえー、これに乗って行ったら CA さんがあのー、スーツ着て、

昨日のですね国会でまた、あのー、結構重要な答弁があったなということで、まあ、これですねえ今日あの政治欄でえ触れているところもありますけれども読売新聞が読めの政治欄で触れています。インド太平洋名称変遷戦略構想もチーズ中国に配慮かという、まああのー、この自由で開かれたインド太平洋っていうものを、まあ、あの菅政権に代わってからあんまり使いたがってないんじゃないかみたいな話というのは、まあ、先週から、ねえー、ずっとこの番組では お伝えしてきたところです。あの菅総理とバイデン氏の電話会談があって、その後に。 ねえーまあ、日米双方から、えー、経過のペーパーが出たんですけれども、まあ、あの尖閣の記述のうんぬんあるやなしやというところがまあ1点とそれからもう1点が、えー、自由で開かれたインド太平洋というのを、まあ、共通言語として今まで使っていたんですがそうではなくて、えー、安全で反映したイン,ドインド太平洋というふうに表現がこう微妙に変わっているとで、えー、このまあ安全で反映したあるいは平和で反映したインド太平洋ということになると 今までの自由で開かれたという概念とは違って自由でなくても開かれてなくてもとりあえず周りに危害を加えずにそして経済的に反映していれば入れるんじゃないかと要するに中国は入りやすくなるんじゃないかとでこうやって微妙なこう論点ずらしをしていくということは結局旗を下ろしたということになって中国に対して非常に融和的かつ今までの価値観外交そのものまで捨ててしまうんじゃないかというようなことがまあ各方面から 寄付されておりました特に、えー、国際政治学者の方々は結構それを、ね、あのインターネット上で、えー、意見表明されている方などもいらっしゃいます細谷由一さんノートで書いてましたし、えー、それからあの先週電話でつないだ篠田秀明さんも、えー、ツイッターなどで積極的に発信していらっしゃいましたが、えー、この件に関してですね昨日あの衆議院の外務委員会で、えー、国民民主党の山尾志織議員が、えー 茂木外務大臣に対ししして質問しましたこの戦略というものを使わなくなったりとか、あるいは名称も変えてきてるっていうのは、中国への配慮があるんじゃないかというようなあ形で質問をしましてで、これに対して茂木大臣はいや、そんなことはないということをおっしゃったということであります。名称変更そのものについては、えー、大臣、否定をしたと、えー、故障の変更を否定したということであります。これれねあの共同通信なんかもあの記事としししててをましたけれど も茂木氏は呼び方を変えたわけではない無意識でも自由で開かれたというのではないかというふうに応じたということであります。まあ,あの 変えていないというのであれば、ええええ、それをこうきちんと説明しないと、まあ、疑心暗鬼を生んでしまうというようなところもあると、まあ、ただあの、外務大臣から、ええ、ひとまずこういう答弁を引き出したというのはあこれはあの非常に意味があるやり取りであったなと確かにあの戦略や構想っていうのをですねもともとは安倍政権時代用いたものをそれを使わなくなったんでそこだけでも親という感じにはなってますけれどもまあ どうなんでしょうね。とりあえず一安心と言えるのかどうか。そしてまあ、日本側がそうであっても、アメリカあの仮にバイデン政権になっていくと、この先が、えー、どうなっていくのかというあたり、あの安全保障の専門家とですね、えー、現地17日に、えー、バイデン氏はあの会議を開いたということが報じられておりました。で、その顔ぶれを見ると、あのオバマ政権時代に中東を中心にまあ、やっていた人たちとか、あるいはあのウザビンラディン、えー、容疑者の？ 観察を指揮した人たちなどが入っていて。えーい あのアジアや中国の専門家の人たちが入っていないということで、まあ、それを危惧する向きもあったんですけれども、一方で、えーまあ、第1回目は、まずう、地球を俯瞰するようにして情勢を分析するから、こういうメンツになったんだという分析もあって、まあ、今後どうなっていくかによるんですけれども、例えば、その国務長官に、えー、言われているスーザン・ライスさんは、もともと中国に甘かったというようなこともあると、日本としてはむしろ旗を大きく掲げることで、えー、えー、アジアや中国の専門家じゃない 人たちにもいや価値観で共鳴できないところとは厳しくやるしかないでしょうよと引っ張っていくということが重要になっていくのかもしれないその部分でもあれはあの昨日の外務委員会の外相答弁というのは非常に重要なもんだったと私は記憶しておきたいと思います。 さあ、次第台はコメンテーターの方々とニュースを振り下げます。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。飯田さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますえ先週の金曜日に引き続いての登場ということで、はい、ありがとうございます。まあね、今週はなんと言っても GDP の発表がありましたから。ね。いや、まああの、思ったより、まあ事前予想よりは良かったんですけれども、うん、まあ非常に振るわない値ですよね。振るわない値。 あのこれ不思議なのは国によっては、はい、もうほぼコロナ前を回復している国もあるこれアメリカとかですけれども、えーえー、それに対して、えーま、日本の場合は、うん、消費増税ショックとコロナショック、はい、この2つのショック の半分ぐらいを戻したかなっていう程度で止まっちゃってますね。そこのところをねギャップの部分をどう埋めるかっていうのはまあ先週もおっしゃってましたけれども、はい、か変わらないわけですよね。そ,のそうですね。ね必要なのはまあこの局面だとやっぱり大型のまあ三次補正予算ってことになると思いますね。えー、それからですねあの先週は首尾法についてもお話しいただきました、はい、メールいただきました年明さん四十一歳の男性、えー、愛知の安城住からいただいて たんででですすすがが、うんえー、方専業農家かっこ路地野菜の<ー>の法案の話題非常に関心があります、えー、ただネット上では自家増殖できなくなって日本の農家がダメになるというような、うん、あ誤解されるような情報も多く見受けられます、えー、むしろ本当の問題は日本の有料品種が無断で海外に流出し栽培され不当に安く売られてしまうと、はい、あれ話をいただねお話しいただいた直後に。うん 韓国に、なんでしたっけ、ベニーハルカだったんであ、そうそう、あの、スマイモがほとんど。ええー、ええ、ええ、無断でこれもまた流出したなっていうニュースが出てましたよね、はい。まあ、あの、こういった形で、そもそも、おまあ、種とか苗っていうのは、うんまあ、まあ、作品ですから、それに著作権が設定。はい まあ、されてるんですけれども、えー、保護されてないという状況自体がおかしいっていうところから出発しないといけないですよね。うん。うんえー、今国会で成立して良かったという風にいただいてますが、うん、まあ、当事者の方々はこう思ってるってことですね。そうですね。これだいぶ以前から当事者の方と、いわゆるその批判の間というのがだんだん乖離していってる気がしますよね。うん ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送の朝の番組飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。一週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらにコメンテーターの素顔がわかるエピソードなど毎週更新しています。 この増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には漏れなく番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしていますぜひご参加くださいさらに YouTube でお聞きの皆さんにもお知らせです飯田康二の OK 康二アップ公式チャンネルこの度コメント欄に書き込んでいただけるようになりました公式のチャンネルご意見メッセージも書き込んでいただき番組にご参加ください あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩次の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしていますでは最初のニュース、こちらです10月の貿易収支8729億円の黒字。 財務省が昨日発表した10月の貿易統計ですが、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は8,729億円の黒字となりました。黒字は4ヶ月連続となります。えー、黒字というふうにこう景気がいいようなねえ風 <laughs> に誤解されまちです。いやもうこれはもうはっきりしていて、はい、えこの黒字になった理由は輸入が、うん 極端に減ったからです。輸入が減ったから。はい。で、えー、当然ですけれども、はい、貿易収支輸出と輸入の差なので輸入が振るわなければ結果として黒字になっちゃうんですね。で、えー、この輸入の減少 で非常にこのの日本経済の置かれてている状況を表してます、はい、どういうことかというと輸出はかなり立ち直ってきていてまあ平年並みとまではいかないですけれども平年比でまあ95%ぐらいまで回復している感じ、はい、一方で輸入はです、ねうん、15%から20%減の状態で止まっている。 おおなるほどこれは日本国内の消費が弱いっていうことを示してるんですねで、えー、今回はあ数字は貿易収支といってはいえー、この貿易収支というのは形がある商品の売り買いについて売った額と買った額の差 あなんですけれども、はい、今はこの貿易と同じぐらいサービスのの取引というのが行われてます、はい、例えば、えー、海外の会社が運営している、うん、動画配信サイトを見るとか、はい、あとは今は完全に止まっちゃってますけれども、うんえー、観光旅行に行って<え>、えー、消費してくるとか。 こういった収支を見てもですね日本はそのサービスの輸入も大幅に減少しているという状態なんですね。でまあこれはですねかなり今日本の輸入品のお中でも特徴的なのはまあうん 流行り言葉になりましたが、不要不急のタイプの商品を結構特にまあ落ち込み激しいのはヨーロッパ、アメリカなんですけれども、ヨーロッパ、はい、アメリカからの輸入、なんで落ち込んでるかって言ったら、はいまあ、例えばあ、高額の医療品であったり、精密、はいえー、機器っていう分類が下がってるので、まあ、おそらくこれ時計とかですよね、動きが大きい。ああ、なるほど。あとはあ、乗用車。 で、えー、<社>まあ自動車ですね、ええ、でまあ外車ですわなこういったところが振るわない結果なのでこの貿易収支の黒字は、はい、日本経済の状況があまりよろしくないことを示しているというふうに言った方がいいと思いますうんこれ考えてみたらそのリーマンショックのあとだとか、ええ、あるいは、えー、いわゆるその98年以降の日本のデフレの時期って、うん 貿易は黒字だったんですよね。そう、形状黒字。先ほどの貿易とサービスの、ねおまあ、合わせたあ、売った額、買った額の差を形状収支というふうに言いますけれども、この形状収支を見てみると、日本の場合は、景気が悪い時に黒字。景気が良くなってくるとお、ちょっと赤字方向というのが明確なんですね。 で、えー、こう考えてみるとですね、えー、日本の場合、この黒字だからいい、赤字だから悪いというよりは、 どの程度国内の消費が強いのかという方、国内経済中心で見ていった方が、まあ、あの、経済の状況はよく表してるんじゃないかと思います。うん。で、あの、この、まあ、貿易も含めた経常収支の輸出入の差し引きの部分というのも、これ、GDP の指標の一つになってます、ね、そうですね。ですから、今回、まあ、GDP が、 5%伸びました年率換算これ年率換算は見ないんですけれども、えー、年率換算すると20%以上伸びましたって言ってますけれどもここでも一番大きく寄与している項目の一つが輸入が減った、うん <laughs> うーん、これだから今回の5%もかなりまあ張り子の虎感が、はい、えー、否めないですよねうん、えー、GDP のこの指標の見方などについてはこの後7時40分過ぎの、えー、スクープアップのゾーンでまた詳しくお話しいただこうと思っておりますおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです 国内感染初の2000人超え、東京は493人で、警戒レベル最高へ今週末は3連休が控えています、11月23日は勤動感謝のですが、国民の皆様にはぜひ、秋の我慢の3連休としていただきたい、コロナに慣れないでください、コロナを甘く見ないでください。 昨日定例会見を行った日本医師会の高川俊夫会長のコメントをお聞きいただきました国内で昨日初めて2000人を超える新型コロナウイルス感染者が確認されたことを受け日本医師会の中川俊夫会長が感染拡大地域との往来を自粛するよう国民に要請しました 東京都は493人という数字が出てきて、うんえー、今日にもです、ねえー、警戒レベルを最高のレベルに、感染が拡大しているに一段が引,引き上げる方針だということであります。うん、さあ,あ、この現状、そして今後というところ、えー、東京都医師会の尾崎春夫会長と電話をつないでお話を伺いたいと思いまままますすすす尾崎会長おおおおははよよよよううごござざいいいいろろししししくく願願ます。 さあまずはあの東京のこう医療を預かるお立場として、今回、この493人という数字が出ました、どういうふうにご覧になってますかいやそうですね、どういうふうにといえば、もうかなり危ない危機感を持って、取り組みたいと思ってますけど。 あの会長、今回、その、まあ、メディアでも報じられてますが、中高年の方々の感染者も、まあ、徐々に増えてきているということが言われておりますが、この辺というのは、ちょっと今までとは違う警戒が必要といううことですかそうですすかそねあの例えば、北海道の例を見ても分かると思うんですが、はい、通常、あの すすきのみというのは、夜の街から、若者に広がって、そして、職場の、その若者もいるような職場、飲み会とかですね、はい、いろんなもので、大体広がっていって、今度、家庭内感染とかですね、うそういう形で広がっていて、今、やはりあのかなり市中に蔓延している状態なので、はい、やはり中,中高年にどんどん感染が及んできたというふうに考えていまして、ですから、 やはりりかなりあのそういう意味でも注意しなくちゃいけないというふうに考えていますうんこれあの、まあ、移動の自粛などなどということもねこの3連休を前にしてと警戒が続いてますけれどもやっぱりあのちょっとそういうところは、まあ、これからボ年間シーズンにもなりますが控えていかなきゃいけないということですか。えそうですねあのやはり3連休とかってまた人の流れが そこで増えますと、ええ、やはりどんどんまた増えていくということになると思いますので、うん、やはり注意が必要だと思いまきょうん、で今日まあ、モニタリング会議があって、その後にいい方針が出ますが、東京都あの、感染の警戒レベルは最高に上げる一方で、その医療体制については据え置くというような観測が出されています。か 医療体制の方ですけども、はい、例えば、えー、ずっと900とか1000ぐらいの入院の数で来たんですが、今現在1350人ぐらい入院してきてますね。<ー>それから宿泊療養も一時だいぶ減ってたのが今607ぐらいになってます。だ<ー>から重症患者さんも20ぐらいだったのが今40ぐらいに増えてますので、はい やはりこれはですね、かなりじわじわとあの逼迫してきているということがありますし、うんえー、重症者の,その用のですね確保している病床が、はい、まあ150っていうふうになってますが、実際は病床をぎりぎりそれだけ確保できるという意味で、うん、やはりですね、うん、実際に確保できるのは頑張っても、あの急にはですね、あのはい、なかなか、うんあまあ、開けられない病床もありますから、そすからやっぱり、 今後、50とかを超えてくると、だいぶ現場も厳しくなるし、はい、重症者がですね、50を超えてくると、はい、あのかなり厳しいということと、それから重症者が増えるということは、えー、人工呼吸器とかエクモを回さなければいけませんから、うそうするとスタッフ、張り付くですね、はい、ナーとかですね、いろんなその、工学士の方とか、そういう人もそこにどんどん取られ,取られてしまうわけですよね。 あのそのベッドがいくつ空いてるから大丈夫だという話よりも、かなり逼迫した状態になるので、はい、やはり重症者が50を超えてくる、それから入院患者全体が増える、宿泊療養が増えるということが今後、続きますので、はい、かなり今から厳しくなるということを、本当に真剣にあの政府の方、あるいは東京都の方、はい、そしても考えていただかないと、かなりまずいんじゃないかというふうな予測はしてます。う さあスタジオには明治大学准教授飯田安幸さんもいらっしゃいます飯田ですよろしくお願いいたしますあ、よろしくお願いいたしますだいぶまあ確実に新たなウェーブ波が来ている状況になっているかと思いますが今時の感染拡大で、えー、重症化率とかまたは死亡率に前回夏の感染拡大との時との違いのようなものありますでしょうか そうですやはり第一波の時とか、第二波の時に比べると、やはり第一波のときは PCR の検査とかずっと少なかったですから、十分患者さんを拾えなかった、感染者を拾えなかった、そしてしばらくあの4日間待ってみたいな話がありましたから、かなりあとで,です、ね、見つけたということで、やはり重症者の人も多かったし、それから治療法も分かってなかった面があって、死亡される方も増えていたということですが。 まあ第2波のから今まで見てみると、感染者の数は PCR の検査とかがどんどん増えてきて、増えてますけれども、重症化率とか、ですねそれから亡くなられる方は、やはり第一波の時に比べると、例えばえー25%ぐらい、70歳以上の方が亡くなってたのが、今回は大体5.75%ぐらいになってますので、明らかに。 その治療の進歩と早く見つけるようになったということで、やはり亡くなる方は減ってますが、うん、え今回、そこがですね今度、中高年に広がってきてるということがポイントで、うんはい、やはり数が増えながら中高年に広がると、 え重症者は必然的にこれからは増えていくという可能性があるので非常に注意しなければいけない,いなるほど率自体は下がっても絶対数が増えればあ、まあ、例えば先ほどご言及いただいた病床数の逼迫等にも、まあ、医療設備医療体制の逼迫にもつながっていく。であの対処療法を と言っていいのか分かりませんがある程度、治療対応方法というのが改善されてくる中でやはりどうしても最終的に落ち着くためにはワクチンの開発というのが重要なテーマになるかと思うんですけれども、はいま、あのアメリカの製薬会社はワクチンの有効性が高いものが開発できたというふうに発表されているんですが。はいえー その効果であったり、このワクチンへの期待というのは、どんなものがあるでしょうかそうですね、あのまあ、ファイザー社のも、モデルナ社のも、90とか95%有効だったという話がありますが、うんはいずれにしろまだ例数がかなり少ないということと、うん、それから。 やはりど,どの程度期間、どの期間効力を持つのか、例えばインフルエンザのワクチンも今5か月ぐらいですよね、だからそういうタイプなのか、どのくらい持つのか、それから安全性についてはですねまだ十分あの分かってない部分がたくさんありますし、特に、えー、日本人と欧米の方と、その 薬の量にしても、それから何<ー>反応性とかです、ね、いろんなことは全く違うので、はい、やはり日本人に打ったときにどうなるかみたいなことも全く解決されてませんし、あとファイザーのですと、かなりマイナス70とか80とかで保存しなきゃいけない部分いろんなことがありますので、まだまだクリアする面はたくさんあるべき点はたくさんあるとは思いますが、やはりあ,のある程度の有効性が高いということでは、 あのそういう面ではあの、一つの期待はありますけれども、まだまだ安罪と言って喜んでいる状態にはいかないなと思ってます、うんはいま、えー、今、ちょうどワクチンのお話が出たところで、えー、そろそろやはりもう一つの脅威である季節性インフルエンザの季節にもなっていますが、今年のこの、いわゆるインフルエンザの方の流行状況であったり、そのワクチンの、おまあ、 提供状況というのはどんなものになっているんでしょうか、えー、流行状況については、明らかにですねまだ定点観測、いろんなところの現場からの報告でも、え<っ>えー、例年ですと、例えば東京でも5000円ぐらい出てるはずなんですが、<っ>今、例えば、えー、まだ数十数例とかですね、<っ>そういうレベルにとどまっているということで、だいぶあの流行するかどうかということで言いますと、今のところ、 まあ、ある面では激減している、あまり流行る可能性、少ないという感じもしてます、うん、それからワクチンについては、ですねやはりだいぶあの皆さんが打って、うん、あのいらっしゃいますので、ちょっと初期の入荷数っていうのが、ちょっとこ足りないんですね、例年いつも。うん、ですから、そういう意味では現場ではもう今、ちょっと、なかなかあの手に入らなくて打てないというような医療機関もまあ出てきているというような状況だと思います、うん、なるほど、分かりました。 小崎さんどうもありがとうございました。最布から。はいえ。またよろしくお願いします。はい。よろしくお願いどうもありがとうございました。はいえー、東京都医師会、尾崎春夫会長に伺いました。まあ、あの、まずは3密を避ける手洗い、うがいと、うん、こういうところ、基本的なところをやり続けるということが重要なんでしょうね。うん、はい。そうですね。えー、以上、おはようニュースネットワークでした。うん、続いて、教えてニュースキーワードです。 雇用調整助成金厚生労働省は雇用を維持する企業を支援する雇用調整助成金について特例措置の水準を来年1月以降も維持する方向で調整に入りました来年1月からは縮小して延長する方針でしたが新型コロナウイルスの感染拡大、再拡大を受けて変更する考えです えまず上限を上げて引き上げていたそして、助成率も中小企業に関しては100%助成にしていたというのをまあまあもうちょっと伸ばもと、うんまああの制度だと8370円日当 1,、はい、1>, 1人当たり8370円が女性の上限となるとですね、はい、これあの、ける2 4ぐらいで考えていただければと思うんですが<ー>ちょっと と金額として、一般的な給料よりはだいぶ低くなってしまう。はい、だからこそ、今日額で一、えー、万五千円。これであれば、まあ、月給で言うと三十二万円ぐらい。までの方はフルカバーできるので、今、クビにするとか、よりは休業してもらって。 で休業報酬、休業手当を払うという形に変化させる。実はこのアメリカと日本で失業率動向が大きく違います。ほうほうアメリカは13%ぐらい一気に失業率が上がって、うんねまあ、だいぶ下がってきましたけれども、うん、一方で日本は失業率ほとんど動かなかった。はい、その大きな理由がアメリカは この雇用といいますか、えー、生活を守るために失業保険の受給資格を緩くしたんですねうーんなるほど。 で、えー、一方で日本の場合は、この雇用調整助成金で、休職してもらう、休業してもらう、という形を取った。はい。で、えー、この措置というのは、実際 GDP を見ても日本の回復遅れています。うん、えー、だからこそ、この、いわゆる第3波感染拡大があるからというよりも、はい。えー、そもそも経済状況が十分改善するまで延長。だから来年1月も延長する方向で、今更調整に入ったんじゃなくて、とっくに決めとけよ。えーえーえー っていうイメージなんですが、うん、私自身は、はい、あ来年の大間、ま 秋ぐらいまでえはこの措置というのを必要だと思いますね。うん、これ雇用調整助成金も1月までって、うん、当初区切っていたし、あの Go To の一連のキャンペーンも1月までっていうですね。はい、どうしてこの中途半端な時期に年度末までやってなかったんだろう。そうなんですよ。まず思うんですが、まあこれはですね、<ー>えー、まあ一時二時の補正予算を見ていても、はい、どうもおまあ7月ぐらいをピークに、あとは一方的に収束に向か うとしたらってていう、はい、え全部の予算立てが早期収束シナリオを前提に組んでるんですよだから今時3次補正かなりの額必要ですよっていうふうに私言ってるのは、はい、もう早期収束のシナリオは崩れてるのでえ当然その早期,シナリオは早期収束シナリオに基づいて作られた政策はもう見直す必要があるこれも当然のことだと思うんですよね。うーん まあ雇用の部分っていうのはね今働いている人の部分もそうだし、うん、それから、井田さん大学で教えていらっしゃると <laughs> これから送り出す人たちの就職っていうのも気になると思うんですが <laughs>、はい、就職内定率はかななり厳しいものになってるいう、ね、そうですね、えー、厚生労働省と文部科学省が調べたあ大卒の え内定率、はい、えまあ大卒予定者か、うん、え内定率は10月1日の時点で69.8%約7割ということなんですけれども、はいうん、去年おととしと77%、はい、ーつまり7%ほど今今,日今年より高かった、うん、だから急落だリーマンショック並みだ。 というふうに一生懸命報じるんですけれども、えええええ、これ、絶対水準を見てみますと、2016年、えー、景気が、まあまあ、結構拡大してた時期の時点で、はい、もうやっぱり7割ちょうどぐらいなんですよね。で、えー、さらにはですね、この文部科学省の調査というのは、はい、1>, 1時点しか見ない調査です。<う>つまり10月1日 主にね。あ、うん、あともう一回ぐらいやるか。はい、あの一方で、毎月毎月細かく取ってるタイプのマイナビ調べ<ー>だと。はい、どうもですね。今回の大卒内定率は全部が二ヶ月遅れなんじゃないかなと。ええ、ただ、全部二ヶ月遅れてる。 採用活動自体が止まってしまったのが二ヶ月ぐらいだったんですか。そうですね。で、このマイナビのデータを使うと、えー、大卒内定率昨年に比べて二三パー下がってます、ね。でもやっぱりね、あのというのもあの。 昨年までの8月時点の内定率と、今年の10月1日の内定率、2ヶ月遅れで比べると、大体 2, パー2、3%パーは下がってるかなと、その意味で良い傾向でないことは確かですが、この絶対水準、 と、まあ、今年の月の差というのを見ずに、はい、リーマンショック並みの急落だというのはちょっと想計かなとは思いますね。うん。なるほど。グラフをずらしてみるといいという感じですか、うん、というのもですね、これリーマンショックであったり、はい、あとはまあ古くはバブル崩壊の時に、単年のショック、一時的なショックで採用方針変えると、後々で会社の年齢構成歪になって、 とっても困るっていうのを企業いい加減学習してきている。今まさに中間管理職が足らないって投げてますもんね。そうですね。あのですからまあ。 まあ入社年度によっては何年間後輩入らないんだみたいなケースがあるわけですよ、えー。おっしゃる通りですね。<laughs> 私15年入らなかったですねいやいや下の子が。これは極端な例ですがでも結構その下が入ってこないからいつまでも下畑やってんなよみたいなそういつまで若手なんだ、ね、俺らみたいな、ね、そう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 まさにそうですね。 ちょっとおまあ内定率自体はあと一二ヶ月してから、つまり結構ねあの大学生にアンケートを取っている調査とかだと、はい、えー、今年は年内いっぱい就活を続けますっていう学生が多いんですね。<ー>これあの一つまああるのは公務員試験が後ろ倒しになりましたので、なるほどその影響もあって、えー、こっから。 まああの民間の就活を始めるという学生が、えー、出ているそうするとちょっとあのでこれよくですねあ、えー、あのまあ 大学卒業後3年まで、んなんか、あの、新卒扱いにしろとかいろいろ言うんですけども、ええええ、そういうシーンより一番手っ取り早いのは、やっぱり4年生の1月から3月、いわゆる最後の3ヶ月間っていうのに、しっかりと採用活動を割り振る。はい、実際、中小今年全然採用できてません。うん、理由が採用活動が遅くなったからです、うんえー。今日のキーワード、雇用調整助成金というところから、大学生の就職の話もいただきました。 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ内閣府 GDP の算出方法見直しを発表内閣府は昨日12月から適用する GDP 国内総生産の新たな算出方法の見直しを発表しました。 住宅の改装・改修の費用や民泊を住宅投資として映画、音楽などの娯楽コンテンツの制作費を設備投資として計上しますこれにより名目 GDP は538兆円となって現行よりも 1.3%6.7 兆円程度拡大する見込みですはい、えー、これ何が変わるかといいますと。はい これまで、この住宅の改装とか、その、ま、民泊のための改造みたいなものを、これ単純に消費使ってなくなっちゃうものとして計算してたんですね。はい。で、また、あの、今度は、この娯楽コンテンツの制作費については、あくまで費用として扱っていた。うん。だけれども、この映画、音楽を作るとか、はい。あと、住宅を建てる。 っていうのは、まあ、確かにコストではあるんですけれども、うん、一方でその修理や、えー、政策によって長くく収益を得ていくわけですよね音楽,、まあ、音楽あんま長く収益得られないものもあるんですけれども,いも長いものだったら何年にもわたって収入が得られるので、はい、これは例えば新しくまあ 機械を買うとか、はいえー、そういう投資に当たるっていう解釈での、うんえーま、変更なんですけれども、うんはい、ただまあちょっとだけ僕不満を言えば、えーえー、日本ってこういう新しい方式を取った時、うん、旧方式と新方式をすぐ入れ替えちゃうんですよ。<ー>そうすると この変化が、はいえー、方式を変えたものによるのか、えー、それとも例えば今の状況だったらコロナからの回復なのかっていうのが見えにくくなる、はいまあ、通例1年程度は旧基準でも発表するんですけれどもできれば5年ぐらい特に今ちょっと特殊な状況ですので。 今後それこそ2020年から21年にかけてのデータって動動ききが普通の動きじゃないと思うんですようんなので、えーまあ、ちょっとですね旧基準での発表っていうのもちょっと続けてほしいなって思ったりもするんですけれどもまあそもそも GDP ってのは何なのかい言いいますと GDP っていうのは国内総生産って言うんですけれども、ええ、これって でえー、日本国内で発生した粗利、つまりは、り販売額から原材料費を引いた額。これ粗利って言いますね。はい、っぽい利益で。ええええ このあらりを日本国の国土内で全部足し合わせたものが GDP です。うーんただこのあらりってのが生まれるためには、はい、要はあの販売額からあまあ仕入れ額を引いたもの、原材料を引いたものですから、はい、誰かが買わなきゃいけないですよね。うんうん、そうすると GDP って日本国内で支出された。 消費されたり、投資されたり、政府が使ったり、うん、まあ場合によっては輸出、はい、海外が買ったりっていう、えー、日本国内に対して行われた支出、うんえー、エクスペンディチャー、これの合計額でもあるんです。うんうんうん、はい。そしてもう一つ、うん、あらりって何ですかって言ったら、販売から原材料引いたもの、この差額って誰のものになりますかと 労働者のものになるか経営者株主のものになるわけですよね、うん、そうですね、うんうん、ってことは誰かの所得じゃないですかお<ー>ってことで所得を全部足しても GDP になるうん実は GDP ってこれがいいところで、はい、普通の経済統計って数字見て、えー、これ怪しいんじゃないのとかって言ってもですねいやでも大丈夫ですとかって,言ってまあ確かめんが でできなないいわけですよね裏が取れだからこそお同じような統計何種類も取るわけですけれども、うん、おその点ですね GDP は3種類の方法で算出できるので、はい、まあ確かめ算がでできるんですねそういった中で、えー、何よりもですね「くたばれ GNP」っていう、えー、昔ね連載があったんですけれども、ねはい、なんかその GNP っていうのがなんかその。ええ なんか、なんていうの、偏差値みたいな、なんかよくわかんないですけれども、特殊な意味で語られることがありますが、日本国内で、えー、発生した所得総額、つまり日本人の所得を、うん、まあ正確には日本人じゃなくて、うんはい、日本の国土の中における、なんですけれども、国籍関係なくえ<い>、えー、日本人の所得の合計額、重要に決まってんじゃん。はい うん、で日本人の所得の合計額くたばっちゃったら困るじゃんっていうのを、うんえー、ぜひ、ね、メディアはもっとしっかりと把握してほしいなと思うんですけれども、うん、最近ねあのこの GDP についてもう一つの変化は、はいえー、よく今あの実質 GDP で、えー、<ー>報道が全部行われてます。そうですね これ、うん、あの小泉内閣からあの伝統なんですけれどもあそうなんですねそうなんですかつては報道でも名目 GDP を報告してました<ー>この名目 GDP っていうのは金額そのものです、はい、つまりは生産額だったり支出の,の合計だったりうん、うん、あと所得の合計だったりの金額を円で表したもの、はい、これが名目 GDP、うん、一方実質 GDP って っていうのは、はい、そこから物価の変化の影響を除いたものなんですねで、えー、なぜ実質 GDP を報道するようになったかというと、はい、まあこれゲスの勘ぐりで全然裏がない話なんですが、えー、しばらくデフレだったじゃないですか、はい、デフレだと実質 GDP 勝手に上がるんですよ GDP と額同じでも物価が 下がってるので、はい、あの実質的に同じ500兆円でも、実質的な量は増えてるって言って、ちょっと高めに出るんですね。あの景気よく高めに出したかったから実質で発表するようになったんじゃないかなと。ちょっと勘ぐったりもしつつですね。えーえー、ただ、実際のところ、実感が伴うかというと、はい、景気の実感とか、 あとは景気回復のボリューム感とかを見るためにはちょっと実質よりもこの局面では名目を見た方がいい、はい、そしてもう一つ今回のコロナショックからの立ち直り回復度合いを見る際にはちょっと価格の動きが、えー、変な動きになってますのでいろいろ調整はしてますが、はい、例えば宿泊価格、うん、GoTo の分、うん 安くなってたりしますよね。そうですね。はい。で、ええ、その差額のところでどう物価を調整するか、まあ、かなり一生懸命やってるんですけれども、ええ、ちょっとこの物価に関する統計っていうのが、普段と全く違うと言いますか、今まで経験したことのない物価の動きしてますので、 あとあ,のあれですよね外国人観光客のえ消費価格指数とかほとんど来てないんだからあのつまり今の外国人観光客って結局、日本国内にもずっと住んでてそもそもいる人と たまたまその人が国内で旅行したっていうケースなのでそれで物価とか価格が変わりましたって言われてもなかかわからない、うん、なのでちょっとこれからの回復局面では名目 GDP に便宜的に注目するのも一つの手ななんじゃいいかと思いますね、うん、それで金額ベースで見るとどのぐらいギャップがあるのかっていうのもこれからその2つの乖離っていうのも出てくるんじゃないかと思います。うん えー、今日のスクープアップ GDP その見方あというところお話しいただきました、えー、このコーナー含めましてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でもかあー配信してまいります詳しくは番組ホームページご覧くださいポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ 東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメ情報などもぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中ですスタジオで撮影した写真などもアップしていますよ そして飯田康二アナウンサーは夕刊富士で毎週火曜日に連載をしています飯田康二のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてみてください